TPP は、まあ、非常にこう、日本が悲惨な目に遭った第二次世界大戦と深く関係しているということをこの前お話をいたしました。ブロック経済が原因となって第二次世界大戦が起こったわけですね。それで、また戦争中の1944年にですね、ブレトンウッズ体制、まあ、ガット国際通貨基金の IMF 国際復興開発銀行の IBRD 世銀ですね、いわば、それに国際貿易機構 ITO の設立がまあすでに準備されておりまして、まあ、その後少し沈んだ形でしたが1948年にスタートしております。まあ見事ですね。戦争中にすでに IMF やら世銀などを作って、自由貿易体制を作っていくと、まあ、いうことですからね。まあ、日本は残念ながら占領されたので1952年に独立し、まあ、1955年にガットに加盟をします。これはもう多くの日本人が知っているように日本は貿易立国として発展しまして、これは自由貿易なくしては、発展しませんでした。まあ、日本人の中には俺は自由に輸出したいけど輸入は制限したいという人もいるんですけどね。まあ気持ちはわかるけどちょっと無理かなと、まあ、いうふうに思いますね。まあ、1995年になりまして、WTO 世界貿易機構が、まあ、国連の中にできます。ちょっとねもうめんどくさいんですよね。もうこれもっといっぱい出てくるんですよ、3文字ぐらいのやつが。 GATT って言うと General Agreement on Tariff and Trade、まあ、要するに、まあ、あの貿易とかその関税に関する、まあ、一般協定と、それから WTO は世界貿易機構と、まあ、いうようなもんで、まあ、GATT から WTO と、まあ、これでも覚えにくいですけどね。ちょっと今WTO に加盟している国の地図を出しますが、まあ、ほとんどの国が参加していると、北アフリカとかアラブの一部が参加していないだけということで、まあ、日本が貿易立国であると貿易によって恩恵を受けているという点ではですね、良いとか悪いとかじゃなくてメリットを現実に受けているという点で、まあ、支持をせざるを得ないということ、まあ、実はちょっとね第1回目で少しストレートに受け取った人がおられるので、必ず論理はですねまず本命を行くんですけど、本命の時には必ず裏がついてるんですね。この場合の裏は、自由貿易機構はシステムは非常に整っております。大義名分も完璧であります。しかしこの完璧な中に深い陰謀が潜んでいるというのがアーリア人の常なんですね。これはもう一応頭の中にあるっていうことを前提で、まずは我々は TPP の全容をつかんでみなきゃいけない。この TPP の全容をつかむときに最初からアーリア人の陰謀が入るとですね、何が陰謀だかって整理ができないんですね。私が普通の歴史というのを書いたときに、この中に故意にですね議論になるところを少し避けて通りました。避けるというのは大きなことは全部入れましたが、小さい魚の骨が喉に刺さったみたいなやつがあるんですが、それは一応あまり、入れませんでした。というのはですね、我々はですね論理を作るときに自分の頭はそれほど優秀ではないというのが一番大切なんですね。一個一個まずはこうと、次はこうと、私ね女性の人が別に全然差別しないんですけども、女性の人と話してますとね、もう細かいことから大事なことから全部一緒にお話しされるんですね。いやまあそれはそうなんだけど、まずは大ごくりなところだけで一応決めて、それが決まっちゃうと思って恐怖心に苛まれるもんですから、そうじゃないですよと、まずはこれは大筋だけやってるんですと、最終結論じゃないんですよって言うんですけど、どうも世の中の人はね、多くはね最終結論があって話し始めるらしいんですけども、私の場合最終結論ありません。最終結論はせっかく検討しますから、最終結論を出すために検討してるんです。今これですね、最終結論があるんだったらもうめんどくさいから書かない方がいいと、結論だけ先に書けと、まあ、こんな感じなんですね。ところで WTO の原則は自由であること、つまり関税はまあできればない方がいい、それからこのくらいしか輸出輸入しちゃいけませんよという数量の制限も良くないと、無差別、これがいいですね。最恵国待遇ってすごく難しいんですが、まあ、どっかの国これいいよって言ったら他の国もこれいいよって言うってことですね。内国民待遇、これもいいですね。
日本人に雇用して帰って韓国人も同じ、アメリカ人も同じっていうですね、考え方ですね。から多角的な、どっかと偏ることなく、通商をするという、貿易をするというのを原則にしてるんですね。これがやっぱりアリア人のうまいところで、自由、まあ、つまり最終的には関税もなくしましょうやと、数量制限もやめましょうと、それからある国に、いい待遇をしたら他の国も全部同じ待遇をしましょうと、それから自分の国の国民と他の国の国民を区別しないようにしましょう、まあ、理想的ですね。あ、ちょっとここに解説を書きました。最恵国待遇という、まあ、難しい言葉です。まあ、内国民待遇というのも少し来ましたね。それからもう一つ考えなきゃいけないのが、一次産業、農業や漁業から工業へと進み、さらに最近ではサービス業に進んでいるということと、現実的には世界には先進国と途上国が存在して、それぞれ利害が違うというようなことがあって、まあ、さらに国際紛争があって、まあ、21世紀、今世紀に入ってですね、多角的貿易交渉というと複雑なものが始まっているということで、まあ、WTO みたいなすっきりしたものだけではないということですね。第二次世界大戦が各国のブロック化、つまり他の国は有利にならないように貿易の制限をするということで、しないぞということですね。まあ、これがもし戦争の前におったらですね、あったらですね、石油の禁輸なんてないですからね、できませんから。日本は戦争をしないで済んでしょう。まあ、これは頭の中にちょっと入れといていただきたいと思いますね。これが最終結論ではありません。それからアリア人の間で企画力が違いますね。日本がまだ戦争と復興で右往左往しているときに、すでにガットができ、IMF 責任ができているわけですから、これを素直に評価しなきゃいけません。評価するとはこれに乗っかるというんじゃないんです。我々にはその力がなかったと。しかしアリア人にはその力があったと。アリア人というかアングロサクソンですね。アングロサクソンにはそういう力があったということはまず認めなきゃいけないということですね。我々の方が劣ってたんです。実はここでは、この分野ではですね。WTO の原則は素晴らしいですよ。関税を下げ、輸出入の制限をしない。外国の国民と自分の国民を区別しないなんていう原理原則を立てるわけですね。原理原則の美しさっていうのは必ずなきゃいけないわけですね。実は原発のことを、まあ、私すぐこう気になってるもんですから思い出すんですが、被爆でも正当化の原理っていう、まあ、非常にちゃんとした原理をアングロサクソンは作るんですよね。つまり被爆は損害だから、それに見合う利益があって初めて被爆が認められると。なぜ医療で被爆が認められるのか、なぜ CT スキャンとかレントゲンをやるのかというものとか、原発から1年1ミリという分の電気をもらうからとかですね、そういうことが決まってるんであって、むやみに被爆しても大丈夫とか、さらに日本の野蛮人が言ってるようにですね、お前は被爆を嫌がるのかと、それでも福島県民かなんていうですね、極めて野蛮なことが起こるわけです。それは冷静にそれは違うよということじゃなくちゃいけないと思いますね。TPP でももちろんこの原理原則は適用されるので、日本に不利な部分があったら内国民待遇に反するということをはっきり言わなきゃいけない。日本の農業が損失するとかって言ったら次元の低いことではダメで、全世界共通の原理原則を言うわけですね。これがまあ極めて大切であります。まあ、このことはですね、やはり常にですね、しつこいようですけども、常にこのシステムは整っていて大義名分がある。完璧なシステムを組むんだけど、中に深い陰謀が潜んでいるということを常に頭に描いて、 TPP という難しい問題に対しなきゃいけないと思います。日本は戦争で310万人の同胞を失いました。その人たちのことを考えると、戦争を避けるために貿易体制は絶対死んじゃいけない。まあ、ここでももう一回言いますが、最終結論ではありません。アリア人の心理遠望にどう備えるかということを考えるためには、まずは真正面からアリア人が作ったものをよく理解すると。それは我々が作り得なかったものだったという反省も込めてですね、やっぱり理解しなきゃいけないと思います。